白い軽トラックにバスがたくさん乗ってるね。一つずつ見ていくよ。まずはこの赤いバスから見てみよう。 JR バス東北くんだね。赤いバスだね。かっこいいね。ここに JR って書かれてあるよ。後ろから横正面上から裏側、とってもいい走りをしそうな JR 東北くんバスだね。よし、坂道走行テストに出発してもらうよ。さあ次はどれを行こうかな。よし、これ行くぞ。おっと、これは何のバスなのかな。立川駅北口って書いてあるのかな。あ、ここに熊さんの絵が描かれてあるよ。かわいいね。何色と言えばいいのかな。緑色じゃない、青色、薄い青色みたいな色だね。でもかわいいバスだけども、このバスもかっこいい走りを見せてくれるかな。トミカって書かれてあるね。よし、じゃあ坂道走行テスト出発してもらうよ。さあどんどん行くぞ。次はよし、これ行くぞ。出ました、幼稚園バスくんです。このバスはみんな知ってるよね。黄色い幼稚園バスだよ。幼稚園に乗っていくときにこのバスに乗って行って楽しい幼稚園に行くんだよね。おっと、見て見て、ヘッドライトが灰色してるね。こちらに幼稚園バスって書かれてあるよ。窓ガラスは透明のクリアパーツが使われてあるね。あ、後ろは赤いね、テールランプのとこが赤くなってるね。よくできてるな。タイヤは4つあって、トミカナンバー49って書かれてあるね。よし、幼稚園バスくん頑張ってね。ピューン。さあどんどん行くよ。次はこれ、緑色のバスだよ。これは JR 東北っていうバスだね。 JR って書かれてあるね。正面から横から、後ろから、上から、下から。おっと、トミカナンバー15って、あ、ナンバー16か、うん、16って書かれてあるね。タイヤも4つあって、これもいい走りをしそうだよ。緑色の色がすごく綺麗だね。よし、 JR バス東北くん、いい走りを見せてね。ピューン。どんどん行くんだけども、次はこれだよ。じゃじゃじゃん、これはみんなも知ってるトーマスのバスだね。正面から見ても横から見てもかわいいね。トーマスの絵がたくさん描かれてあるんだね。そして後ろから見たらこんな感じで、反対側の横から見るとこんな感じだね。あ、上にも何かシールが貼ってあるんだね。そしてタイヤが4つあって、ナンバー16かな、ちょっとよく見えないんだけどもね。よし、あ、見て見て、ここは灰色になってるね。ここがヘッドライトなのかな。よし、じゃあ坂道走ってもらうからね。次のバスはこれだよ。じゃん、ハトバスだね。ハトバスっていうのは東京の方を走ってるバスだよね。2階建てのバスなんだよ。あ、見て見て、これはタイヤが6つあるね。ほら、すごいな。お客さんはやっぱりたくさん乗せるから、タイヤもたくさんないとダメなのかな。そしてここのクリアパーツは透明じゃないんだね。ちょっとこう黒がかってるっていうか、スモークブラウンっていうのかな。日光が当たった時にお客さんが眩しくないようにしてるんだろうね。よくできてるね。あ、見て見て、これは鳩が飛んでるよ。 JR 鳩、あ、JR じゃない、鳩バスだけあって鳩ね。なかなかそういうことなんだね。お、なんだこの丸いのは。これ前もね、動画で言ったんだけど、他の動画でね、ちょっとやったね、なんかの丸い分だねこれね。よし、じゃあハトバスくん頑張って走ってきてよ。さあ次はこれだよ。これは何バスって言うんだったかな、都営バスくんかな。これなんて書いてるのかな、ちょっと字がちっちゃくて見えないんだけども、ちょっと読めない、ごめんね。ノーステップバスって書かれてあるよ。色もね、緑色とオレンジとクリーム色だね。すごくカラフルな色で、このバスは東京でよく見るバスだよね。タイヤも4つあって、
ナンバー20って書かれてあるんだよ。そして上から見るとこんなところまでもかっこよく再現されてるね。よーし、トレーバス君、かっこいい走りを見せてね。さあ次はこの赤いバスを見てみるぞ。お、ペットワールドって書いてあるね。ペットワールドっていうのは動物のことなのかな。前から見たらこんな感じで、反対側の横から見るとこんな感じ。なんだか2階建てのバスだね。上から見ると、あ、なんかペットの絵が描かれてあるんだね。ここはウサギさんが描かれてあって、犬と、あとなんか鳥が描かれてあったりするよ。タイヤも4つあって、トミカのナンバー95って書いてある。ロンドン、え、ロンドンじゃない、え、ロン、あ、ロンドンだ、ロンドンって書いてあるね。ロンドンバスなのかな。よーし、ちょっと背が高くて走りにくいからもしれないけども、立派な走りを見せてね。さあどんどん行くぞ。次はこれだ。あ、これは見て見て、ポケモンが書かれてあるね。黄色いポケモンが書かれてあるよ。クリアパーツは透明じゃないね、黒っぽい感じのスモークブラウンが使われてあるね。ここにもピカチュウが描かれてある。そしてなんだかポケモンの仲間たちがいっぱいここに描かれてるよ。あ、見て見て、上から見るとポケットモンスターって描かれてあるね。後ろから見てもここにピカチュウが描かれてある。かわいいね。こんなバスが街を走ってたら絶対に写真撮ろうね。なかなか走ってないよ。よし、じゃあポケモンバスくん、いい走りを見せてよ。残すところ、おっとっと、さあ残すところ3台になったよ。よし、3台まとめていくよ。さあこれ、あ、これもハトバスって書かれてある。さっきもハトバスって出てきたよね。このハトバスくんはこんなギミックがあるよ。上をこうしてやることで、ここのところのお客さんの顔がこうやって出てくるようになるんだね。タイヤも4つあって、トミカのこれはバスなのかな。うん、黄色くて黒くてなんだかかっこいいね。こんなバスも走ってるのかな。でもこれお客さんが4人乗ってるね。ほら、こうやって姿が見えたり見えなかったりするね。反対側の方はこんな風にならないんだね。よし、ハトバスくん頑張って走ってね。さあ残すとこ2台になりました。これはなんだ。おっと、これも変わったバスだね。ここにお口があるよ。そして色は黄色でまだらの模様があるんだね。あ、ここにおひげさんが生えてるね。これはなんだか虎みたいだね。なんだか家族の絵が描かれてあるね。これはおしゃべりってここに書いてあるんで、多分ね、おしゃべりするミニカーなのかな。電池入れたらおしゃべりするのかな。タイヤが4つあるんだけど、ちょっと古くて周りが良くないね。いい走りはもしかしたら期待できそうにないんだけど。よし、おしゃべりミニカー君、しっかり走ってよ。最後の1台です。最後の1台はこの赤い車、赤いバス、かっこいいね。おお、ここのクリアパーツが透明じゃなくてちょっとブルーだね。青色のような感じ。中の人が太陽の光を浴びて眩しいってならないようにするための工夫なのかな。ああ、上から見るとこんな風に炎がメラメラって感じになってるね。後ろから見るとこんな感じで、裏から、これはトミカじゃないみたいだね。よーし、じゃあ赤いバスくん、いい走りを見せてよ。